イタリアでのほろ酔いショットにファンメロメロ。タレントの三上優愛が3月26日に自身のインスタグラムを更新し、先日訪れていたイタリアでのショットを公開した。この日の投稿では、イタリアの写真まだあるんだ、ワイン飲んで顔が赤いです、とコメントを添え、先日訪れていたイタリアでのプライベートショットを複数枚披露した。黒のミニ丈のワンピースで美足を披露し、ミューミューのブロックチェックのジャケットを羽織ったコーデ姿で、レストランで食事をし、ほろ酔い姿や、イタリア・ローマの街並みを歩くショットなどを公開した。この投稿には、ユアちゃんのお団子部屋も大好き、いい衣装でワインおしゃれです、素敵なコーデですね、一緒に飲みたい、など様々なコメントが寄せられていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで。